ラグナイト、青き光を放つ謎多き鉱石から引き出される魔法のような力は呪術と呼ばれ、その術を扱いうる一部のさえあるものを介し、人々にさまざまな恩恵をもたらしていた。やがてラグナイトを燃料としたエネルギー機関呪光がヨーロッパで発明されると、呪術を受講業として工業化し、誰にでも扱えるものとする産業革命、青き革命が起こる。青き革命はヨーロッパを一変させた。資源たるラグナイトを求め、国々の争いが激しさを増す中で、強大な軍事力を振るい、植民地の獲得による領土拡大と国力増強を国是とした帝国主義時代の幕が上がった。かの革命が人類の歴史をも変革してしまったのである。青き功績をめぐる果てなき戦争の歴史へと。西暦1954年9月15日、ユトランド王国。この日、ヨーロッパ大陸を揺るがした解放戦争終戦の日から100年の時が過ぎた。ユトランドの首都エルシノアは解放100年記念式典に沸き返っていた。その頃、首都の喧騒から遠く離れた森の中で、王立呪術アカデミーの教師と生徒が小さな墓標を前にしていた。僕は真実を知りたいんです、先生。真実とは？僕はずっとあの解放戦争を研究してきました。そして文献を紐解くうちに一つの疑問を抱くようになりました。滞在人は本当に罪を犯したのかと。エルシノア裁判はそのように認めています。歴史書にもそう記されていますよ。ドノバン・リンデゴワ卿による裁判記録は読みました。滞在人5人は私利私欲からユトランドを戦争へと駆り立てるべく抗議し、国民を扇動して多くの人命を死に至らしめたとあります。果たして私利私欲だけで戦争を起こせるものでしょうか。今解放戦争と呼ばれていることがそれを物語っています。彼らが立ち上がったからこそユトランドの現在があるのではありませんか。先生のお母様、おばあ様、ひいおばあ様、さらにはそのお母様、高祖母も呪術アカデミーで教鞭をとっておられた。特に先生の高祖母の時代、滞在人のリーダーと目されるアムレート・グレンケアとオフィーリア王女が同窓で、かつ教え子だったとお聞きしています。先生はお聞きになっているのではありませんか。滞在人が何を思い、何を考えてこの国を戦争の道へと誘ったのか。誰も知らない真実があるのなら広く知らせるべきです。僕は大罪人にまつわる歴史的文献、論文に数多く目を通してきました。自分なりに史実を見直し研究を重ね、大罪人について重大な事実が隠されているのではと考えるに至りました。重大な事実とは？そこまでは。しかし大罪人が私利私欲に走りあの戦争を引き起こしたとは僕には到底信じられない。結果としてユートランドは戦争に勝利し大きな発展を遂げている。その礎を築いたという事実だけでも大罪人を一概に否定することはできないはず。誤解を恐れずに言えば大罪人5人の名誉は回復されてしかるべきと僕は考えています。大胆な意見ですね。名誉を回復する必要などありません。先生はあの裁判の内容を全て受け入れているのですか？彼らは名誉の回復など望んでいません。この景色をいつまでも見守っていたい。彼らの望みはただそれだけ。そのために彼らは自ら大罪人の名を、不名誉な死を受け入れた。ただ一つ願ったのは5人が共にこの地に眠ること。でも当時の国民は彼らを許さなかった。しかしこうして願いは叶えられています。なぜでしょう？そこには愛がありました。深い深い愛が。教えてください先生。やはり先生は何か聞いておられるのですね。話しましょう。これから語るのはあなたの言う通り、高祖母から曽祖母、祖母、母、そして私へと聞き継がれてきた真実です。すべてを聞いてあなた自身で判断しなさい。広く人々に知らせるべき物語なのかを。西暦1853年10月4日。私たちが立つこのモルダの地はユトランドとルーシ帝国開戦の戦場となりました。ルーシに戦いを挑んだユトランドのアンチ・バルキュリア部隊、通称バナルガンドの隊長アムレート・グレンケアは大罪人の一人でもあります。おいヘレナ、さっきからカタ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 うるさいぞ。これはその武者震いよ。そいつは勇ましいな。頼りにしてるぞアンデルセン一等兵。ま任せて。僕も震えがたまんないや。これもあんたのはビビっちゃってるだけでしょ。だよね。情けないね、ブルム君。少しは僕を見習いたまえ。強くたくましく気品あふれるこの僕を。まったく緊張感のない子たちね。これから戦争が始まるって時に。ブリギッタさん、それって僕も含まれてます？伊沢君、お前が一番ガキっぽいってよ。あなたはいつも通り静かね、ディルダ。ブリギッタこそ落ち着いてる。誰よりも憎む敵が目の前にいるのに。そうね、不思議と落ち着いているわ。でも戦闘が始まったらどうなるかわからない。奴らに復讐する日をずっと待ちわびていたわ。容赦はしないわ。まあ、ルシナンどもには随分といじめられてきたからな。みんな多かれ少なかれ恨みつらみがあらあな。近所のおばあさんが先日亡くなりました。最近じゃどこにでもあったはずのありふれた薬さえ手に入らない。私、あのおばあちゃん大好きだった。まったくやりきれないな。経済封鎖なんぞに殺されてたまるか。死ぬなら派手に戦って死んでやら。その通りです。私はそのような無念から一人でも多くの国民を救うため、皆さんと共に剣を取りました。いわれのない経済封鎖を強いる帝国の魔の手を振り払わんがために、アムレート・グレンケア。なんだ。私はやはりこの舞台に参加してよかったと思います。また一つ民草の思いを汲み取ることができたのですから。ビルフォルト将。はっ。お姫様を下がらせるな。私にはまだ話したいことが。俺にはない。あなたはいつもそのような物言いで。さあ、姫。ゴドウ。オフィーリア姫、隊長が下がれと言ったら下がる。ここは二人が通っていた呪術学校じゃないんだから。ちょっとヘレナ。オフィーリアちゃんはいつだって一生懸命なんだよ。サラはいつでも姫の味方ね。いっそ下女にでもなったらどう？何その言い方。情報にあったほど戦力が増強されているようには見えませんね。それがどうした。俺たちは命令を遂行する。それだけだ。確かに。オフィリア姫は任せる。心得ております。お待たせしました。グレンケア注意。始まったな。国王陛下はユトランド全国民に対し、本日7時52分、ルーシ帝国との同盟破棄を宣言。戦争状態に入ることを布告いたしました。アンチ・バルキュリア部隊、これより作戦を開始する。目標はルーシ軍全勝基地の制圧。帝国によって奪われたこの地を取り戻す。皆さん聞いてください。これはユトランドが自由を取り戻すための戦いでもあります。皆誰一人欠けることなく、我がユトランドに勝利をもたらさんことを。当時のユトランドは困窮の極みにありました。長らく我が国と同盟関係にあったルーシ帝国が列強諸国に働きかけ、後にブラフ包囲網と呼ばれることになる経済封鎖を始めて1年が過ぎようとしていました。ブラフ、ブリタニア、ルーシ、フランセーズ、ハプストリアの列強4帝国による経済包囲網。厳しい経済封鎖によってユトランド国民の生活は圧迫され続けていた。その状況下でユトランドは開戦に踏み切ったのですね。行くぞ。作戦を開始する。やってないぞ。あいつらなら余裕ね。授業を始めましょう。ここで型をつける。次だ。授業を始めましょう。すはあ、やってないぞ。よし。やっとのお出ましだな。展開が遅いわね。まだ寝ぼけているのかしら。ヘレナ・アンデルセン、行くわよ。殲滅する。応戦しました。ジュキがやられた。どこから攻めてきたんだ。ようやく釣れた。伝令、本国に伝えろ。皇帝陛下の思惑通りに事は進んでいるとな。この海戦にも諸説ありますね。窮鼠猫を噛むがごとく、追い詰められたユトランドがついに動いたという説と、ルーシ帝国が武力侵攻に乗り出すという情報をつかんだユトランドが機戦を制して攻撃したという説と。皆さん、どうぞ私にお気遣いなく。私も兵士、我が身は己で守ってみせます。オフィリア姫、なんてけなげなんだ。でもほら、オフィリアちゃんお姫様だし、そういうわけにはいかないんじゃないかなってサラは思うけど。姫を守ることは隊長命令でもありますからね。我々にお任せを。いえ、それではダメなのです、きっと。もう動きません。屍ということですか。大丈夫、オフィーリアちゃん。未熟ですね、私は。でも克服します、国のために。オフィーリアちゃん、お待ちください、姫。立てますか？姫、立てますか？あ、はい。ゴード、問題か？いえ、何も。姫が敵兵を討ち取っただけです。オフィリアちゃん、大丈夫？顔が真っ青だよ。仕方ないさ。初めて自分の手で人を殺したんだけど、ついてくるつもりなら慣れてもらわないと。この先敵も味方もバンバン死んじゃうだろうしね。あなた、少しは空気を読みなさい。でも言ってることは正しいわね。珍しく。姫、国を思って志願したのは立派だけれど、はっきり言って足手まといです。ラグナイト適性がどれほど高くても、兵士としての資質は別。このまま進めばあなたをかばって誰かが死ぬことになるでしょう。皆さん、ご迷惑をおかけしました。私は大丈夫です。もう大丈夫。私の勝手な行動をお許しください。以後慎みます。オフィリアちゃん、アムレート、隊長であるあなたに改めてお願いします。私に兵士としての責務を全うさせてください。戦えるんだな。はい。なら行動で証明しろ。それでいいな、お前たち。時期もあらかた片付いた。一気に制圧するぞ。父も経験していないことです。ええ。私は王女であり、一人の兵士。どちらも国を思い、民を守る者。すいません。よし、終わった。すいません。これでどうだ。終わったよ。はあ、次だ。はっ。今日帝国軍十字機撃破する。育ち盛りですよ。当然の成果だ。やった僕にかかれば楽勝さ。ほっとけほっとけ、ご詰めの連中が片付けてくれるさ。そうね、私たちの任務は拠点の制圧といっても、もう目的は果たしたようなもの。隊長、どういうことだ。理解しがたい行動。ロメダル総長、ここを頼む。私は隊長を追う。私も参ります。なんという屈辱だ。陛下に申し開きのしようもない。敵がなんだ、何が起きている。貴様はさっきの。貴様、自分が何をしているか分かっているのだろうな。貴様は我らルーシとの同盟関係を破壊したのだぞ。マリア先生、どこだ。何？ルーシ帝国軍4勝の一人、マルデュス・グリッペンベルク。俺が何をしているか、俺には分かっている。これから何をするか俺は、俺たちお前がここにいると知ったからこの作戦を立てた。お前を殺すための作戦だ。なんだとそれは光栄だな。だが私を殺せばルーシとの交渉の道はなくなるぞ。それと自国を戦争に巻き込んで私を殺すつもりか。貴様、正気か。殺す前にもう一度だけ聞く。マリア先生はどこにいる。10年前の7月4日、お前たちはこのモルダの地を訪れ、マリア先生を連れ去った。それだけじゃない。お前たちは参ったな。本気かよ、お前。たかが女一人のためにこれからどれだけの人間が死ぬことになるか分かってんのか。いや、分かっててやってるんだよな。とんでもねえや、狂ってるぞお前。覚えていないんだな。そうだった。マリアって女のことが聞きたかったんだよな。マリア、マリアね。そういえば俺の愛人の一人にそんな名前の女がいたかな。そいつがまた好き者で。お前が覚えていようがいまいがどうでもいい。俺は覚えている。お前たちが俺たちに何をしたかを。今何を話していたのですか。そのものは基地指令ですね。拠点の制圧という目的は達成していましたにもかかわらず殺害するなんて。敵将とはいえその必要はなかったはずです。答えなさい、アムレート・グレンケア。アムレート。お見事、アムレート。今一度答えよ。ユトランドが動いたのはまことだな。はっいいね。これでユトランドをどう料理しようが我らの自由。してバルドス、我らが基地を離れた時迎撃の準備に入っておりました。追って沙汰あるものと思われます。陛下、恐れ入ります。陛下、これは孔子殿、クローディアス皇帝陛下にあらせられましてはご機嫌麗しゅう。何事かな。随分と慌てておられるようだが、今しがた私のもとに同盟破棄と宣戦布告の知らせが。すでに把握しておる。なんと、さすが陛下。我が国の全焼基地が襲撃された。 まさか同盟の象徴とも言うべきあのルーシ領土が。さよう。よって我が国もこれよりユトランドとの戦争状態となる。無念です、陛下。不肖ドノバン、今日まで両国の架け橋となるべく折衝に努めてまいりましたが一歩及ばず。これは国内に渦巻く開戦の声を何とか鎮め、一滴の血も流すまいとしてきた私の努力を水泡に帰す愚行にございますからして、かくなる上は本国にとって返し、一日も早く戦争を終結させるべく邁進する所存であります。苦労をかけるな、孔子殿。もったいないお言葉にございます、陛下。それでは直ちに本国に帰還いたします。ごめん。ユトランドを撃つ大義はなった。は、我が軍はすでに陛下のご命令を賜る準備ができております。バルデュス戦死の知らせが帝都にもたらされたのはリンデゴーア卿が帰国した直後だったと言われています。号外だよ。領地奪還の知らせは鬱屈した日々を送るユトランド国民にとってその日の天気のように晴れやかなものとなりました。ただし開戦までの流れと勝利後の国内の高揚した空気感は滞在人5人が入念に準備し演出したものなのです。よう来たな今日の四空ショー。懐かしいだろアムレート。ああ変わってないな。さあ始めようか。帰ってきたな俺たちの城に。今日の勝利に乾杯。ああうまい。こんなうまい酒は初めてだ初めて。やっぱりこいつは正しい道を示してたってわけだ。負けたよアムレート。それにスレイマン、君たちの言った通りだ。戦争という手段にはかなわないな。国民は戦争を支持してる。これでも反対派は押されるばかり。行くしかないわね。そうだもう止まることはできない。だがバルディスは何も覚えていなかった。何？おい冗談だろ。あれだけのことをしでかしたんだぞ。そんなことありえない。奴らはあの日何人も殺した。人を殺して何も覚えていないわけあるか。それだけあの程度の事件は奴らにとって日常だったってことか。おいおいおい待て待て待て。あの程度っておい。でも復讐の一つは果たせた。気になることがあるんだけどアムレット。なんだ？お姫様と隊員が来たでしょ。バルディスを殺したところ。本当か。ああ見られたのか。ああだが問題はない。二人は何も気づいていない。俺は敵将を追い詰めて殺した。ただそれだけならいいけどな。念のためだ。その二人の動きには気をつけてくれ。分かった。何はともあれあと4人だ。この戦争、これから来る冬を大いに利用しよう。短期決戦でルーシの首都に突き進み皇帝への復讐を果たす。皇帝のもとにマリア先生はいるはずだ。きっとそうだ。僕たちでマリア先生を助け出そうだな。早く先生に会いてえな。そういえばもう聞いているかアムレート。何を？昇格の話さ。君は大尉になるんだ。アムレート・グレンケア注意。この度の戦いをたたえ世はそなたを大尉に任ずる。はっ。娘を無事に返してくれて感謝しておる。作戦の負担になりはしなかったかな。いえ国王陛下、オフィーリア王女は実に勇敢に戦ってくれました。おおそうかそうか。皆よくぞ戦ってくれた。これはユトランドの大きな一歩である。あの土地はもともとユトランドのもの。これを取り戻した意義は大きい。これからも困難が待ち受けているだろうが、必ずや我が国は強く復活するものと世は信じておる。バナルガンドの戦士たちよ、我がユトランドにこれからも光を。父上、私からも一言。親愛なるユトランド国民の皆さん、私は初めて戦場というものを経験しました。それはとても言い知れようのないものでしたが、国のために我が身を奮い立たせ今日の勝利を部隊の仲間と掴み取ったのです。これが戦争なのだと私は身をもって知りました。ルーシ帝国を筆頭とする列強のいわれなき経済封鎖により皆さんが疲弊し国が衰えてゆく姿に私は何かせずにはいられませんでした。そして選択したことはこの身を前線に置くことでした。私は愛するユトランドのために戦い続けます。そのためには軍と祭りごとと産業を支える人々と民の声を聞く報道の方々とさらにユトランドの民すべての皆さんの協力が必要です。戦争終結からユトランドの繁栄へ来たるべきその日を夢見て私はこれからも前線で戦い続けます。夢は夢、言うだけなら簡単だよなお姫様。だけど彼女の存在こそ国民を乗せる一番の説得力になる。姫ゴドー。あら兄様、ごきげんよ。お前もいたのか。とは随分なお言葉ですこと。私王女様の次女でございましてよ。どうしましたゴドー。姫、人払いを。あらダメですよ姫様。相手がいくら兄様でも殿方と二人っきりで内緒話なんて。お願いしますオフィーリア様。ごめんなさいミランダ。いえ姫様が謝らないでください。悪いのは全部兄様ですピそれにちょっとからかってみただけですから。いいから言ってくれ、時間が惜しい。はいはい。姫、隊長の件でご報告が。アムレートの何か分かったのですか。具体的なことはまだ。しかしアムレート・グレンケアの過去がアカデミーに来る以前について調べたところ、養父母がすでに他界していること以外何も出てきません。彼には過去がないのです。過去がないなんて、そんな。隊長はあの時バルデュスを前にお前たちと言いました。俺たちとも彼は何かを知っている、いや隠している。それが我々を裏切るような何かであれば取り返しのつかないことにもなる。その何かは彼の過去を調べることで明らかになるでしょう。引き続き調査します。では。アムレート。あなたは私の知るアムレートではないのですか。守備を聞こうか死神よ。ブリタニアの部隊は破壊した。すべてそなたの指示通りに。うん。では次だ。